あ、唯一僕、はい、男性と女性であの写真をって言われた時に違うのは、はい、女性には肩失礼していいですかって約束違いしかない。え、で女性必ず肩組むの？あの違うんですよ、男性に、うん、僕同じゲームを楽しんでる、はいはい、ある意味同士だから肩組んで写真撮るのが基本なんですよ。はいはい、はい、で女性にだけしないっていうのは逆に女性を意識しすぎなんじゃないの？男女差別なんじゃないかなみたいな。なので一応失礼していいですかって。え、じゃあ基本吉田さんと写ってる写真ってみんな肩組んでるの？と思いますよ。あ、そうなんだ。はい、めんどくせえ。肩組んでない写真ほとんどないんじゃないかな。めんどくさくない？だっていちいち肩組むの。いや、めんどくさいとかそういう気持ちを形に見せてるだけでしょ。え、じゃあヨシピーと肩組む以外で写真撮ったって人います？え、え、ちょっとヨシピーと写真撮った人どれくらいいます？あ、いら、たくさんいらっしゃる。じゃあ肩組んでないって人、え、いない。一人もいないの？すげえ。そうなんだ、すごい ね、 ね、その徹底っぷり。はい、ちょっとびっくりした。いや、本当にでもその方があのフレームにもちゃんとはまるしさ。あ、まあ、まあ、確かに、か距離的にね、はい、へえ、はい、あ、そういうの考えてるんだ。うん、結構ちゃんと考えてらっしゃるんですね。はい、あと一発で絶対、まあ緊張されてる方が多いんで、僕はもうカメラが向いたら絶対瞬きしないですよ、その間。あー、なるほど。もう一発で、あのやっぱりお客様緊張されて、はい、瞬きしちゃって撮り直しっていうパターンがあるんで、はいはい、ここで僕までそのタイミングやっちゃうと、あ、もう時間かかっちゃってしょうがないと、いろんたくさんの人と話せなくなるんで、はいはいはい、絶対こうですよ。そういうこっちの録画が見たい。でもこれからはそれが分かるわけだよね。あ、よし、あ、ヨシピ全然瞬きしてないっていうのを。これから撮影の時ヨシピだけ見といてください。だけどいたずらはダメだよ、瞬きするまで待つとかやっちゃダメだから絶対。時間がないんだから巻いて巻いてね、みんな協力してください、お願いします。いや、でもありがたいです、本当に。で、そ、細かいところで考えてるんですね。はい、あのできるだけたくさんの人と話がしたいんで。ああ、まあ効率よくするにはこうした方がいいかなと。あの僕がそれだって対応すればいいだけじゃないですか、誰かのコストかかるわけじゃない。まあ確かにね、一切まばたきしなければ、はい、いいだけそれだけ写真多く撮れるわけだし、撮り終わった後ありがとうございましたってすごいまばたきしてればいいんだ。終わった終わったみたいな。そうそういうところ もね、吉田さんのね、うん、多分誰も知らないこういうね、う、微妙な苦労がね、たまに聞けるのが面白いの。そうね、飲んでるとあるよね。絶対こんなの人に言わないし聞かないじゃん。まあね、こういうの出てくるのすごい好きなのよ。だってインタビューとかそんな話聞かれないからね。いつもまた来てるんですかみたいな。